上方浮世絵館の館長の高野です。上方浮世絵の魅力を紹介させていただきます。これから梅の季節になりますので、浮世絵梅尽くしにスポットを当ててみます。春に先駆けて花を咲かせる梅は、浮世絵に花として登場するだけではなく、衣装や文様、家紋、役者の名前にまで見ることができます。梅のエピソードで有名な菅原伝授手習い鏡は、北の天満宮や大阪の地も登場します。菅原道真は梅の家紋で、衣装にも梅の紋が使われ、菅原伝授手習い鏡は梅尽くしのお芝居となっています。浮世絵に描かれた梅といえば、歌川広重、江戸名所百景、亀戸、梅屋敷が有名です。この作品はゴッホが日本酒に梅の花として模写したことでも有名です。浮世絵の中の梅は、まだ寒さが残る空気の中で花をつけるため、凛とした美しさと硬い枝の強さが表現されています。上方浮世絵館にお運びくださいませ。お待ちしております。